バルンテージは、インドのテルグ語映画で活動する俳優。ムクンダで、俳優デビューし、コンチェで、知名度を上げた。テルグ語映画の俳優、映画プロデューサーとして活動するコニデラ・ナゲンドラ、バーブは父であり、チランジービは、叔父にあたる。妹のニハリカコニデラも、女優として活動している。バルンは10歳の時、トーナゲンドラ・バーブが主演した、ハンズアップ、で、子役として出演した。 2014年にムクンダで俳優デビューしプージャーヘイグデーと共演している。2015年のコンチェではプラギア・ジャイシュワールと共演しザ・タイムズ・オブ・インディアは彼のギアを激しいものから落ち着いたものにシフトさせる能力を高く評価している。同年のローファー2017年のミスターは工業的に失敗している。2017年7月公開の フェダでは、サイ、パラビと共演し、123telugu.com からは、パラビとのコンビネーションが高く評価され、同年公開のテルグ語映画で、最も収益を上げた作品の一つとなった。2018年には、サンカルプレッティの、アンタリグジュム 9000kmph で主役に起用され、アディティラーを、ハイダリー、ラバニアトリパティと共演した。2019年には、F に、 ファンフラストレーションで、ベンカティシュダッグバーティタマンナー、ミーリーン・ピルザだと共演し、同作はブロックバスターを記録した。同年には、ハリシュシャンカルのガドラカンダガネーシュにも出演している。ありがとうございます。